それでは第4節からは事例4に関する内容となりますまずは皆様と一緒に事例4の特色とその対応方法について見ていきたいと思いますテキストでは冒頭のところかっこ1の財務関係に関する事例の特色というところでこの事例4というのは他の事例と比較して一次試験の実力というのが特に重要になってきますよと書いてあります そしてその理由について3つその後で述べられておりますがまずはその理由を見ていく前にですねどのようにでは一次試験と二次試験というのは違うのかというのを見ていきたいと思いますえそうしますとまずはですね大きな違いとしましては一次試験こちらは選択肢ですねマークシートで4択や5択になっているものの中から正しいものを選んでいく一方二次試験というのは筆記試験の形になっております あとはもう一つの違いはこちらですねこれ電卓です電卓を一次試験というのは使うことができないのに対しまして二次試験というのは電卓を使うことができます電卓を使用していいですよというのが大きな違いですですから電卓がないのに比べて電卓使えるから楽勝だよとなるかというとそうではないんですよねこの電卓 これをうまく使えるかどうかこれによっても合比が変わってくると言っても過言ではありません、まあ、ですからこうした電卓をうまく使う使い方についてもこの後後ほど説明をしていきたいと思いますでこのようにいくつか違いがありますで違いがあるということは例えばスポーツの世界においても対戦相手によって戦い方を変えたりしますよねそれと同じでこの試験というのも戦いと言えますから やはりり戦いい方を変えていく必要がありますですからまずはこの違いですね一次試験の実力が大事ですよという理由についてちょっと見ていきたいと思いますそうしますとまず1のところこちらに理由書いてありますので読んでいきましょう一次知識を知っているだけでは計算問題で正解することが難しいでその対策として次の3つが必要であるとありまして、まあ、ABC3 つあります 知識を覚えるだけではなく丁寧に学習して理解するこの最後の「理解する」というところよろしければアンダーラインを引いてくださいそして B のところ知識を使える状態にするためこの後アンダーラインを引いてくださいトレーニングをするそして C 早く正確に回答するため悪い癖を直したり上手に解くための工夫を考えたりする必要がある工夫をすることが必要ですよというところアンダーラインを引いていただければと思います まあつまり二次試験というのは筆記の形になっておりますですから選択肢ですと、まあ、例えば四択や五択でしたら知識がなくても、まあ、たまたま丸をつけて勘で当たるということもありますただやはり筆記だとそういうことも難しいわけですよねですからしっかりこう理解をするということが一次試験以上に重要になりますでそのためにはやっぱりこうトレーニングをするということが重要ですえ電卓を使うのが 使えますよというのが2次試験ですけれども、まあ、電卓を使う使い方というのもやっぱり慣れていかないと例えば打ち間違ととかかかあるいいはは便利なな使い方の練習とかも必必要要になってきますですでらトレーニングは必要そして工夫するというのも、まあ、ミスを防ぐための工夫ですとか早くするための工夫ですとか、まあ、これも電卓の使い方もそうですし計算の順番とかを工夫したり解放を工夫したりする。 こういったことが特に一次試験以上にに必要になってくあとはですねこの二次試験難しいところが二のところですね対問の中が複数の質問に分かれていることが多くさらに次のような質問構造が多いため計算の初期段階に誤りがあると連鎖的な欠点あ失点ですね連鎖的な失点が起きやすいとあります。まあ、つまり質問 というか設問1設、ね、問,問2設問3となっていて例えば設問1の数値を使って何か結論を書いていくような問題あるいは設問1の数値を使って設問2でまた計算をしていくような問題こういった問題よく出てきます。そそううするるとと問問がが間違ってていると当然問2にもその結果が影響してしまうんですねでこういった問題を連鎖問題と言ったりするんですが。 連鎖つまり連鎖的に設問一が間違ってしまった結果設問二あるいは設問三においても数値の間違いや結論のミスにつながってしまうこういったことがありますこれって他の事例だとあまりないですよねですからこういった連鎖問題に気をつけていくということも重要になりますそれから三出題テーマの中心は管理会計とファイナンスであるが 財務会計は積み上げ型の科目であるため出題テーマの中心が管理会計とファイナンスであっても財務会計や簿記のスキルが身についていないと回答することが難しいとありますですからどちらかというとこの二次試験においてはファイナンスの方が中心に出題されますただ例えばファイナンスといっても結局はアカウンティングの知識も必要になってきますよね例えば BS や PL これを見て解く問題につきましては BS や PL の見方は当然知っていないといけないわけですしそのために簿記のスキルこういったものも必要になってきますからやっぱりこう積み重ねね方の科目なんですよ、ねまあ、経済学とかもそうなんですが、まあ、経済学は2次試験に直接関連しませんのでやっぱりこう数字が出てくるようなもの経済学や財務会計といったものはこういった積み上げ型の科目になっておりますので一次知識一次試験で学習したような知識 これをしっかり身につけておくということが特に他の事例に比べると重要になってくるということになります。ですからこうした一次レベルの知識不安だなという方あるいはまあ知識や計算ですね知識がちょっと不安だなという方あるいは計算方法ちょっとまだ慣れていないなという方につきましては一次の知識に戻ってしっかりこう復習をしていくということも急がば回るというんですかね まあそういっった意味でも重要になってきますでその際に手前味噌というかまあこちらのうちの速集テキスト使っていただくのであれば一時速集テキストの「財務会計」のところこちらも無料の動画ついておりますのでこちらの動画を参考にしてください。「エトセトラ」というふうに書きましたけれどももちろん他の例えば資格予備校さんのテキストを使っていただいても結構ですが。 こうした一次時的に戻って復習をしていただければと思いますそれではその後のところですね括弧二のところに二次試験対策の留意点というふうにありますつまりこちらですね一次試験との違いを知るというところ、まあ、続きになるんですけれどもこの一次と二次今違いのところ 選択肢とそれから筆記の違いそして電卓が使えるか使えないかという違いを述べましたけれどもこうした違い実際にどのように影響しているのかというのをちょっと簡単な例で見ていきましょう。テキストではこの一次試験の出題例として平成25年第一次試験の第8問がこちら掲載されております。 でここでは実際にちょっと解き方の説明とかっていうのはそれこそ一時テキストになります一時知識の内容になりますのでえここでは使えませんえこちらの即習テキストの方もしちょっと難しいなという方はご覧いただければと思いますがえ仮にこちらの問題解きましてそうですね答え,え仮にじゃあ 13%13.0% ですよと計算したとしましょう そして一次試験の場合13.0%回答群見ますと回答群の中にないですよね。回答群の中にないということは当然のことながらこれは間違っているということになりますよね。これは間違っていますつまり言い方を変えれば間違いに気づくことができるわけですよね。 この間違ってしまったということはもちろん良くないことですけれども間違いに気づくことができるこれはすごい特徴でですすよねですから1次と2次の違いどういうことがあるかと言いますとまず一つ目まず一つ目は大きな理由としてはまず勘で当たることが 4択や5択ですから、まあ、偶然ちょっとわかんないけど「あ」にしてみようとして「あ」が正解になることもちろんありますよねそして2つ目の2点間違いに気づくことがでできるんですよね例えばこのように数値を計算しましたその数値が選択肢になければこの解き方はどこか間違ってるなということに気づきますえ間違いに気づくことができる もちろん偶然選択肢の中に数値があってというかまあ間違えそうな数値を選んで選択肢を作っておりますのでたまたま選択肢によってもちろん間違えてしまうこともありますけれども選択肢にに数値ががなければ間違いに気づくことができるあとどどうううでしょうどういったものがあありますかねあとはですねこちらだけだとちょっと難しいんですけれどもこの「設問1」の場え設問これですね第8問ではなくて 二次試験の場合の出題例というところこちらを見ていただければと思います同じような問題で第2問としてありますまあ、何で第2問としてあるかと言いますとすでにこの過去問のま問題の形式ご覧の方はご存知かと思いますがま第1問基本的に経営分析となっておりましてこうした損益分岐点の問題とかは第2問であることが多いのでそれに合わせて第2問としてあります でこの第二問、まあ、同じような数値が与えられているとしましてえ説問一では安全余裕率を答えよという問題ですえこれですと他にどういうところが違いますかねこれ一見ちょっと難しいんですがえこちらまずはですね単位がパーセントと書いてありますそれからなお計算結果は小数点第三位を試写後にすることとあります これ実はミスってしまう方いるんですよねつまり単位をミスしてしまったりあるいはこれ小数点第3位でしたかね小数点第3位を四捨五入することということは小数点第2位までの数値で表すということになります。つまり波数処理や単位こういったものもちゃんと書かなければいけないということ。 数処理をしたり単位これをしっかり書かなければいけないこういったものでミスしてしまう方実際こう添削をしていると結構な割合で見かけますですからこういったところにも気をつける必要がありますであとはですね4つ目としましてはえ説問2の方をご覧くださいえ説問2えこちらは説問1の計算結果を考慮して D 社の経営状況を損益分岐点分析の観点から60字以内で表すこういったものですね60字以内で説明してくださいねというものですそうしますとこういった問題は一時試験ではないですよねですから何を書けばいいのかなこういったことですね というようなこと、これをしっかり考えていかなければいけない。何を書けばいいのか、ということをしっかり考えて、文章に書いていく。こういったところ、このまあ主に四つですかね。これが一次と二次の違いになります。つまり、丸一から丸三については、同じように一次試験である。いえば、数値の計算。こちらの問題になりますが、同じ数値の計算であっても。 こうした勘で当たることというのは二次試験ではなかなかないでしょうし間違いにこう選択肢を見て気づくこともできませんそして単位や発数処理こういったものをしっかりしていく必要があるここをまず念頭に置いていただければと思いますそしてこう文章を書いていく筆記試験ですから文章を書いていく必要がある問題もありますのでその場合何を書けばよいのかというのをしっかり考えていく必要がある というのがこの大きな違いとなりますここまでよろしいでしょうかでそのために必要となってくるのが、まあ、先ほどこちらでお話ししました一時の知識というのもそうなんですがそれ以外に特にこう二次試験でよく問われるものにつきましては他の事例と同様に抽象化ブロックシートですねこちらにまとめてあります抽象化ブロックシートはちょうど次の章ですね 第4章にまとめてありますがこちら先にご覧いただくとお分かりになるんですが他の事例に比べるとこの事例4そんなに多くはないんですよね。で例えば賞味現在価値法ですとかまあ基本的な式とかが載っておりますのでこういったものこの基礎知識になりますですから抽象化ブロックシートの方も併せてご確認いただければと思います。でちょっと先にこちら飛んでしまいましたがその後のところですね 3のところこちらに事例4の出題テーマと設問構成というふうにありますまこちらテキストの最初の方でもちょっとあったかと思いますがまずは第1問第1問というのが基本的には経営分析の問題となっておりますたまにま財務分析という形で出題されることもありますがこの2つの違いというのもしっかり知っておくというのも重要になります詳しい内容についてはこの後のところですね 四の三というところで説明をさせていただきます電卓の後のところですかねこちらで説明をさせていただきますが財務分析というのはどちらかというとこう数値のみこれを取り扱うようなものになりますで経営分析というのはこの数値,を元に,数値に基づきましてその事例そちらのテーマに合わせた内容で答えていくつまりその企業に合わせた 内容を答えていくのが経営分析ということになりますのでこの違いをしっかり知るとともに実際これどちらが多いかといいますとやはり事例の問題ですから経営分析こちらの方がが中中心心にななります経営分析が中心となるそして第2問から第4問につきましてはキャッシュフローについてあるいは今ちょっとお話ししたようなこういったものでですね CVP 分析損益分岐点分析ですね。 それからその他にファイナンスの考え方を用いた意思決定投資的意思決定とかの問題というのも出てきますそして第五問に関しては知識を使った独立問題こういったものが多いです財務会計の知識を使うものというのが基本的には多いんですが一部財務会計以外の知識を使った問題というのも出てきますがこちらは独立の問題となっておりまして知識の問題ですから できれば確実に点数を取っておきたいこういったところになっていますそしてそれぞれの細かい内容については今はこちらは概要ですからこの後詳しくそれぞれの内容について説明をしていきたいと思いますそれではここまでこの事例用につきまして特色と対応方法についてご説明をさせていただきましたで先ほど大きな違いの一つとしてここですね電卓 電卓が使えますよというお話をしましたでまずは電卓ですねこちら一次試験では使ってきませんでしたですからちょっと簡単な使い方ですね使い方実はかなりいろいろな機能があるんですけれども、まあ、その中で中小企業診断士試験において特に皆さんに絶対使ってほしい機能こちらだけに絞って説明をしていきたいと思います え、そちらにつきましてはまたホワイトボードを切り替えて説明をしていきたいと思います。それでは写される方は写してください。はい、それではここからは四の二電卓の選び方と活用法こちらに入っていきましょう。え、先ほど一次試験と違って二次試験では 電卓を使用することができるというのが大きな違いの一つですよというお話をしましたということはこの電卓の使い方これが上手いか下手かによって大きな違いが生まれる他の受験生の方と大きな違いこちらが生まれてくるということになりますこういったことを防ぐためには電卓の活用法非常に重要ですつまり電卓しっかり活用しますと時間の短縮 そして計算ミスの防止これに非常に役立つということになります早く正確にできるようになるために電卓は重要だということになりますではどういった電卓を選べばいいのかというところにまた話を移していきたいと思いますがそれがまず括弧1のところですかね括弧1のところに電卓の選び方とありますそして条件が4つ載っておりますので この4つの条件に当てはまる電卓すでに電卓をお持ちの方はご自身の電卓がこの4つの条件に当てはまるかどうかそしてこれから電卓を選ぶ電卓を購入するという方はこの4つの条件に当てはまるものをご購入くださいまず1つ目ですね1つ目が卓卓上型の実務電卓こちらをご用意くださいでッコしてカード型や手帳型のものはお勧めできませんとあります カード型や手帳型のものはこうした卓上型のものと比べてボタンが押しづらいんですよねでボタンが押しづらいということは押ししし間違えたりりてままう可能性が高くなりますでそれによって計算ミスをしてしまってその結果不合格になってしまうこれ非常にもったいないですよねですよねですからそうしたことを防ぐためにも必ずこのような形の卓上型の電卓をご用意ください。 そして次は2つ目ですね2つ目は12桁のものがスタンダードとなっておりますので12桁のものをできればご用意いただければと思いますそして3つ目の条件3つ目がルートキー付きですかねルートキー付きのものをご用意くださいルートキーこの電卓にもちょっと見づらいですがここにルートキーがありますで合格者の方たまによく考えたら自分の電卓ルートキー付いてなかったです こういった方もいらっしゃいますで、その年によっては実はルートキーを使わないでいいと年というのもありますルートキーを使う計算が全く出てこない年もあるんですが例えば標準偏差の計算ですとかルートは必要ですよねルートの計算が必要になりますで、そのそういったまあ標準偏差でなくてもいいんですがルートキーを使わなければいけないルート計算が必要なものが出題された年に当たってしまったとします でその時にご自身の電卓にルートキーがもしなかったらどこなるでしょうかおそらくその問題は解けないということももちろんありますが非常に後悔しますよねでそうするとやっぱり他の問題にも影響してしまいますそうするといろいろやっぱり大きな失点に繋がってしまいますのでそういったことがないようにルートキー付きのものをご用意いただければと思いますえそして4つ目 四つ目は予算が許す限り良い電卓にするとあります理由として下のところに書いてありますが電卓は同程度の機能大きさであれば値段が高いものが良い電卓ですよと書いてありますなぜかと言いますと電子機能の中では電卓というのはどちらかというと機能が単純なものに入ります機能が単純なものにつきましては値段と機能性能が比例しやすい傾向にあります ま掃除機とかもそうなんですけれども、えそういったものにつきましては、値段が高ければ性能も良いと考えられますので、予算というのが皆様あると思いますが、予算が許す限り良い電卓の方をご用意いただければと思います。ただしということで、この後のところに、なおの後のところに注意事項があります。関数電卓とかはダメなんですね。関数電卓とか、あるいは文字文字列や公式などを記憶させることができるもの。 これはちょっと有利になげすぎてしまいますのでこういったものは試験のの要項の中で禁止されておりますあとは非常に大きなものとか音が出るものこういった他の受験生の方に迷惑がかかってしまう恐れがあるものも持ってってはダメと書いてありますので募集要項でででないすすね試験要項ですね試試験験要要項項の方をご確認いただいてその要項にしっかり当てはまる電卓をご用意いただければと思います。 今電卓をお持ちの方はご自身の電卓がそれに当てはまっているのかこの一から四までと試験の要項そちらに当てはまって条件をクリアしているかどうかをご確認くださいそれではここからはこのような電卓こちらをご用意いただいているという前提でお話をしていきたいと思いますですからお手元に皆さん電卓を必ず一つご用意いただければと思いますで今一つと申しましまたけれども 本試験ではできれば予備のというかサブの電卓も持っていった方が良いかと思います万が一壊れてしまったりした時用ですねその時のために予備の電卓というのも実際の本試験においてはご用意していただいた方がよろしいかと思いますそれではここからは過去にににですすすね電卓に関する注意事項になりますこれ3つ書いてありますがまず1つ目です 1一つ目は試験会場に持持ってていいいいくく電卓はいつも持ち歩いてくださいとあります1行目のところに「電卓は合格を勝ち取るための受験生の相棒でああるとあります例えば翼くん」。翼くんというのは幼少期小さい頃からボールは友達ということでいつもこうボールを蹴って生活してました。でその結果サッカーが非常にうまくなったわけですよね。 この話もしかすると私と同世代の方しか伝わらないかもしれませんが、まあ、それと同じようにですねこの電卓というものが相棒友達だと考えていただいて例えば仕事場ですとかそういったところにも常に持ち歩くようにしてくださいそうすると愛着も湧きますしどんどん上手くなっていきますそして空いている時間とかに電卓の練習をすることもできますそのような形で必ず持ち歩くようにしていただければと思いますそれから2つ目です 二つ目は電卓の説明書一度は目を通していただければと思います各電卓いろいろな機能がありますで電卓の説明書を読んでいただきますといろいろな機能が載っておりますので目を通していただいた中でこれは使えそうだなという機能につきましてはぜひマスターしていただければと思いますこの後にも機能の中で特に重要なものについて二つ説明していきますが それ以外にもご自身で使えそうな機能、便利だなと思われる機能、実際使っていただいてマスターすると大きな武器になりますので、そのためにも必ず電卓の説明書一度は目を通していただければと思います。それから3つ目です。スライドスイッチには要注意とあります。スライドスイッチというのは、こうした電卓にこうスライドさせられるようなもの、ちょっと見づらいですかね。こうスライドさせられるようなもの、この電卓には2つあります。 こうしたスライドスイッチこれ非常に便利な機能というかスイッチではあるんですがあある欠点がありますどういった欠点かと言いますとですね何かの拍子に勝手に動いてしまう恐それまあこうやって置いてある時はありえないと思うんですが先ほどいつも持ち歩いてくださいといとうお話をしましまたで持ち歩く時き普段カバンの中とかに入れたりすると思うんですがその時に何かの弾みで動いてしまうということがあります。 それによって普段と位置が違うと計算結果も変わってしまうのでそういった時にちゃんと元に戻せるようにスライドスイッチというのはどういう機能なのかそして普段常にどの位置なのかこれを確認するようにしてくださいどういった機能なのかというのは後でこの後すぐですね説明をさせていただきますがスライドスイッチ勝手に動いてないかどうかというのを必ず使う前にチェックしていただければと思いますそれではここまでよろしいでしょうか ここからがある意味メインテーマとも言えますこの電卓の活用法についてになります電卓の活用法ですが最初のところで多くの応用機能があるが特に役立つ機能について中小企業診断士において役立つ機能に絞って説明をしていきますよとありますそしてその後のところでメーカーや機種によって操作方法に違いがあるとありますですからこのメーカーとか機種 これによる操作方法の違いに注意してください。そしてこの電卓の中でシェアが多いのがカシオ製、カシオとシャープ、カシオ製とシャープ製の電卓がおそらく皆様の中でもカシオ製とシャープ製のものが多いのではないかと思います。ま他にもキャノンですとか、あるいは海外メーカーさんも電卓の方扱っておりますので、もちろんカシオやシャープ以外の電卓をお使いでも結構です。ただですね。 その場合であってもおそらくカシオかシャープのどちらかと使い方が非常に似ているはずですのでこのあとカシオ製とシャープ製に絞ってテキストでは説明載っておりますがご自身の機種そしてメーカーではどちらに近いのかなというのを確認をしていただきながら実際に電卓の方を動かしていって確認をしていただければと思います。それでは まず2つの大きな機能についてどういったものなのかというのを説明をしていきます1つ目が先ほどちょっと出てきましたススライドスイドッチになりますこのような形でスライドできるスイッチこの連絡では2つついておりますが3つ以上ついているものもありますこのスライドスイッチどういった機能かといいますとこちらですね多数処理そして桁数を指定するもの これがススライドスイドッチになります。まずはですねテキストの方にも書いてありますがスイッチ2つついてある場合は小数点指定スイッチというものとラウンドスイッチというもの2つのスイッチになります。まずは小数点指定スイッチというのはまあ文字通りですね計算結果について小数点第何位まで表示するかを指定するものになります。 こちら歌唱性の電卓ですがこの電卓ではこの真ん中のもの5から0まで数値があってその後 ADDAD AD というんですがこのような数値が載っているものが小数点の指定スイッチになります。でこれはですね5から0の数値につきましてはそのままどこまで小数点以下を表示するのかというのを指定するものになります。ですからこちら例えば。 2に合わせますと小数点第2まで表示しますよということになります数字については5から0まで同様に考えていただければ結構ですで ADD2 と書いてあったりシャープ性の場合は A と書いてあるんですがこれはアドモードと申しますでアドモードというのはドルやユーロなどこうした通貨の計算に必要なものになりますが 診断士試験においては使いませんので詳しい説明については省かせていただきますそしてこちらカシオ製の場合は数字とこのアドモードだけなんですがシャープ製の場合は F というキーがありますで F に合わせていただきますと桁数を指定しないつまり画面いっぱいまでギリギリまで波数を表示するということになります まあつまり 10÷3 をしますと3.333とずっと画面いっぱいまで3が表示されるとこのような形になりますそしてもう一つラウンドスイッチですねラウンドスイッチというのは今度は過数処理についてどのような処理をしていくのかというスイッチになりますでこちら可視用性の場合は先ほどの F というものが F というのののがこちらのラウンドスイッチの方についております F に合わせますとこの小数点スイッチの機能が無効になるというふうに考えていただければと思いますつまり波数ギリギリまで先ほどの1 0る3が3.3333 33とずっと表示されるということになりますそしてカットとなっておりますのはカットですから切り捨てということですねですからその例えば2に合わせた数字を2に合わせたら小数点 第3位ですねこちらを切り捨てて小数点第2位までで表示するということになりますシャープ性の場合は下というまあ下という矢印になっていますがこれ切り捨てですよという意味になります。で一方アップですとか上というふうな表示になっているものは逆に切り上げをするということになります。そして4と55と4という数字が書いてあるものにつきましてはこれは下誤入をしますよということに なります。ですからこの条件に合わせてラウンドスイッチと小数点指定スイッチで指定された小数点まで視野誤入をしたり切り捨てをしたりとかということが可能になるということになりますが一番最後のところに書かせていただいておりますラウンドスイッチおよび小数点指定スイッチは途中計算には反映されませんただですね、複雑な計算が必要な場合は機能をオフにしておいて そして自分で波数処理を行う方がミスを防止できますので普段はこれ働かないように F に合わせておいた方がよろしいかと思います。つまり慣れてくればですね途中の計算メモリーとか使って処理をしていくようになるので最後のところでこのラウンドスイッチと小数点スイッチでサイドスイッチこちらを使って桁数処理していけばいいんですが途中で計算結果表示してしまったりすると。 試写誤入した結果で計算をするとなるとととなちょっっ計算結果違ってしままうケースもありね、まあ、ですからこうしたミスを起こさないために普段は F にしておいた方がミスを防ぐことができるのではないかと思います。ということはですね主に使うのはさっき最初にこの前の章で出てきました MD 分析ですね。MD 分析につきましては後で練習で計算していきますが一個一個の計算になりますので。 これを指定の桁数そして波数処理、まあ、試捨五流の場合が多いと思いますがこれで合わせてしまって一発で計算していきますので主に MD 分析についてはスライドスイッチ使いますと非常に便利に早く計算できるということになります。後ほどスライドスイッチを使った MD 分析というか、まあ、指標の計算方法ですねこちらを計算練習をしていきたいと思います。それからもう一つ2の方がメモリー機能になります。 メモリーというのは記憶ということですから計算結果を保存記憶するそして他の計算に利用することができるこういった機能になりますので複雑な計算が出てくる場合はほぼ全ての問題で活用しておきますですからこのメモリー機能必ずマスターしていただきたい機能ということになりますではメモリー機能というのはどういう機能なのかといいますと こちらの電卓では M というものが付いているキーが4つありますちょっと見づらいですがこう青く上の方にあるものテキストでも M プラスそして M マイナスメモリープラスメモリーマイナスと読みますがそれから MR そして MC シャープ製の場合は RMCM というふうに書いてあるキーですねこの4つのキーがメモリー機能に使うメモリーの 機能に使うようなボタンになりますで、それぞれどういった機能かというのはこちらに書いてありますね M プラスというのはメモリーに数値を加算つまり足すそして M マイナスは逆に減算引くということになりますそして MR というのはメモリーに保存している数値を呼び出す呼び出していく機能ですねそして MC というのはメモリークリアですのでメモリーに保存している数値を消去する こういった4つのボタンこのボタンを駆使することによって非常に便利に計算ができるということになりますでイメージとしてはですねまあメモリーという,こう箱があると考えてくださいでメモリーという箱にプラスの場合は足していくプラスの場合は足していくメモリーマイナスは引いていくそしてメモリー MR の方は呼び出す そして MC というのはクリア。この箱の中を空にする。こういうふうに考えていただくとイメージしやすいと思います。そうすると、ここの箱の中、こちらを呼び出したり足したり引いたりすると、計算の方が便利にできるということになりますので、こちらを使って練習を例題1から例題3までしていきたいと思います。その時にですね、 注意していただきたいのが赤で書きました新しい計算に移る時にこれ慣れてない場合最初のうちによくやってしまいがちなミスなので書いておきましたが必ず AC オールクリアですねそして MC メモリークリアですねこれを押す癖これを必ずつけてくださいそうしないと前の計算が反映されてしまう計算結果を保存するものですから 次の問題に移ったのに計算結果を保存してしまいますとかえってこれ良くないというか間違ってしまいますから必ずオールクリアとメモリークリアを新しい計算に移る前に必ず押すような癖をつけていただければと思います。それではここまでよろしいでしょうかそしたらですねまず例題1なんですが次の計算についてメモリーキーを使って計算しようとあります。 実際、メモリーキーを使って計算をしていただければと思います。でよろしければ、ホワイトボードを右側に書きました。参考までに合格者8名の方にちょっとこちら協力していただきまして、実際計算していただきました。でその時にですね、メモリーがない場合とメモリーがある場合、両方、メモリー使っていい場合と使っちゃいけない場合ですね、両方計算していただきました。 そして不公平がないようにですね4人ずつに分けまして先にメモリーらしいこちらをやる方と先にメモリーある方メモリーありの計算をする方と4人ずつやってトライしていただきましたので片方先にやった方の方が後にやった方よりも時間かかる傾向におそらくあると思いますのでそうした不公平も出ないような形でこちら計算しております。そして 今メモリーなしの場合だけ時間書か,かせていただきましたまずはもしよろしければメモリーなしの方からやっていただいてご自身でタイム取っていただいても結構ですそしてその後こちらの計算結果の方ですねあ計算方法ですねこちらを用いていただいて最初のうちは見ながらでも結構ですのでこちらで実際にボタンの方を押しながら計算をしていただいて 時間の方を測っていただければと思いますそれでは例題1の方からやっていきたいと思いますまずはですね4問ありますね普通の計算でまずはメモリキーについて慣れてくださいという問題になりますここからまこの後そうですね動画止めていただいてご自身でテキストの方を読みいただきながらやっていただいても結構です まずは ① ですね括弧の計算になりますで括弧の計算につきましてはまず括弧の方の左側の方の括弧ですねこちらの方から右側の括弧の方を引くという問題になっておりますのでこうした電卓の方を使いましてまずは括弧の中の方を先に計算します。すす というのをして普段今までわでイコールで計算していた方が多いと思いますがイコールの代わりに m+ メモリープラスを押してくださいそうしますと95というのが表示されますがこの95というのがこのメモリーという箱に入ったと思ってくださいそして次の右側の括弧 89+21 を計算しまして m マイナスというのを押しますとこの110 という表示がされますが110というのがメモリーから出ていきましたよという計算になりますつまり最初の括弧ですね35たす52たす8というのから89たす21を引いたという計算になりますそうするとこの今箱の中身はどれぐらいですかというのを呼び出すために MR を押しますとマイマイナス15 こういう表示が表示されるかと思いますこれが答えということになりますどうでしょうなんとなくメモリー機能便利そうだなというのがこの1問でもなんとなく捕まえるのではないかと思いますそれでは2問目ですね1 5 1 × 2 3 0 9 8る1 4 0となりますこれも皆さんと一緒にやっていきましょうまずは大事なところ先ほどお話ししましたが これですねこれ忘れますと計算結果先ほどのが影響されますですから AC と MC これをまず押してくださいどうでしょう AC と MC と皆さんも押ししていたただけましたでしょうかでそれではこれも括弧ついてないですが掛け算は括弧がなくても先に計算するわけですよねですから 151×230 というのをやって M+ プラスを押します そして右側の方の掛け算これは引くわけですから 98×140 というのをやりましてこれは M- の方を押しますそうすると最初の計算掛け算の分を足して後からかけた掛け算の計算結果を引いているわけですから MR というのを押していただきますと21,010というふうに計算結果が表示されたかと思います。よろしいでしょうか それでは次が ○3 ですね。これも AC と MC。これをしっかり押していただければと思います。そして8万マイナス 5000÷4 マイナス1000ということになります。で、これはまず8万ですね。8万というのをメモリーという箱の中に入れます。つまり M プラスを押します。そして 5000÷4 ですね。5000÷4 の計算結果を メモリーという箱から引くわけですからマイナスを押しますそしてそれ以外に1,000も引くわけですから1,000と押して M を押します。そして MR を押しますと77750ですかねという形で計算結果が表示されるということになります。そして最後4番ですけれどもこれも同様に AC と MC を押してオールクリアメモリークリアを押してください。 そししてクリアした状態でこの問題はですねこの最初にですね割る数の方こちら割るの後のところの計算結果括弧を計算することが重要です。65 40というのを計算しまして m+ を押すということは計算結果の25というのを一旦ここへ記憶させてくださいということです。でしかるべき時に呼び出せばいいですよということです。つまり このあと 7,000−3,000 というのをやりまして割るを押しますと4,000になりますにこの先ほどの計算結果をの数値で割ればいいわけですから MR を押して25という数値計算結果を呼び出してイコールを押せば160という形で計算結果が表示されるということになります。ここまでなななんとなくメモリー機能って便利だな とといいいうののが分かかってきたのではないかと思いますちょっと練習したいなという方はこの4問しっかりマスターできるまで何度も繰り返し練習していただければと思いますそしてですねこちらメモリーなしで皆様に平均取った結果1分16秒でしたでこちらメモリーなで計算すると平均何秒だったかというとですねこちらがなしですと え、1>, 1分5秒になっておりますまあ、合格者の方ですのでどちらかというとまあメモリーの計算に慣れているということももしかしたらあるかもしれませんですから初めのうちはこんなに実は差が出ないのではないかと思いますまあ、かえってメモリーなしのが今は早いですよという方もいらっしゃるかもしれませんが特に例題2と例題3ですねこちらやっていただきますとメモリー機能診断書の試験で非常に便利だなというのが えお分かりいただけるのではないかと思いますですから例題1であんまり変わらないじゃないかと思われた方もしかしたらいるかもしれませんがえこの後のところも実際ちょっと計算やっていただければと思いますえ次はですから例題2ですねえ例題2え投資案について賞味現在価値を求める問題ですでこちらについてえ賞味現在価値副利減価係数を用いて計算していくんですが 解答手順につきましては詳しい内容については一次試験の内容になりますので省略しますが式についてはこの解答手順にあるような計算式になるかと思います。でこちらもここに書いてありますように合格者8名の方のの方平均のタイム載っておりますでこちら問題見てから解いてもらったわけではなくてですね え、カッコで書いてありますように、計算のみになります。つまり、回答手順の計算式、えこちらをすでにえ、まあ皆様にお渡ししまして、えこの計算だけをしていただいたという形になります。で、その結果の平均タイムが一分三十九秒でした。それでは、え皆様も同様にえ計算の方をしていただければと思うんですが。 これやっていただくと、皆様感想をいただいたんですが、やっぱ普段こうやってやってないんですよね。皆様、メモリ使ってやってます。で、久々にこれやったけど、いちいちメモするのめんどくさいね。というふうに言われました。で、このメモリ機能を使うと、いちいちメモしなくていいわけです。これが非常にメモリ機能の便利なところになります。ですから、メモリーなしでやると、この計算結果ありますよね。4例えば 4 0 1 0 0かける0 9 0 9 1ですかね1年目のものを割り引いたものになりますがこれ1年ごとにおそらく割り引いた計算結果掛け算の結果をどっかでメモしなきゃいけないんですよねでそれを最後に足して計算する非常にめんどくさいですでこれをメモリー機能を使うとメモしなくても結局メモした結果がこのメモリーという箱に入っていくということになりますえでは一緒にやっていきましょう 500については最後にやってもいいんですが最初の投資額ですね取得価格ですかねまずオールクリアとメモリークリア必ず押してくださいそして500と押して M マイナス500は初期投資の額ですから引くわけですよね <laughs> 失礼しましたそして次から1年目から5年目まで同じような計算をしていきます 40+100140 ですが、まあ、一応ちゃんと 40+100 と計算しましょうかけることの複、えー、利減価係数が0.9091ですから、まあ、0っていうのは打たないで0.9091と打っていただいても、えー、この入力方法に書いてある通り OK ですでイコールではなくてメモリープラス M プラスを押しますそして2年目以降も同様に計算をしていきます 37+100 ですね 0.8264、まあの0は押していただいても押していただかなくてもどちらでも OK ですでイコールの代わりに M+ プラスを押します同様に3年目ですね3年目も3 4 1 0 0る0 7 5 1 3ですねで M+ を押しますそして4年目 28+100 かけることの0.6830ですかねで M プラスを押しますそして最後5年目20プラス100かける0.6209ですねそして M プラスを押しますで最後にメモリーのところを呼び出すために MR を押しますと3.097というふうに表示をされるかと思います こうしますと全くメモする必要ないですすよね。メモする代わりにメモリーという箱の中にこの計算結果がどんどん入っていくとこういう形になりますから非常に計算便利にで,きますですからこちら皆さん合格者の8名の方に平均でタイムなんですが何秒になっているかといいますとこれ何秒だと思いますかこれ結構早いんですよね。 これ実はですね、一分近く早くなるんですね。48秒で皆様計算していただいてました。まあメモする手間っていうのが非常にかかるというのがお分かりいただけるかと思います。えそして例題三です。例題三につきましてはこちらのスライドスイッチの方も合わせて計算する合わせて使っていくことになります。 そして参考ということで先ほどの例題につにつきましてはグランドトータル GT というボタンがついていると思いますグランドトータルを使っても同じように計算できますのでグランドトータルについては参考とありますこちらの方もテキストの方興味がある方は読んでいただければと思いますどちらを使っていただいてももちろん結構ですのでグランドトータルの方が使いやすいよという方は GT 機能こちらを使っていただいてもこの 先ほどの商品現在価値を計算する問題ですね。できますので、それぞれどちらもまあスピードについては若干もしかしたらグランドトータルの方が早いかもしれませんが、まあ、メモリ機能の方が汎用性が高いので、まあ、メモリー機能の方で説明をさせていただきました。そして例題3です。例題3よく問題1の方で出てきます。この後問題1の攻略というのもやっていきますが。 問題一大きな武器となるのがこの MD 分析ですよね。MD 分析やっぱりスクリーニングとかでこうまあアンケートというかお話を聞くとやってないという方も結構いらっしゃいます。でなぜやってないかというとすごく時間がかかるからやらないという方が結構いらっしゃるんですね。で時間がかかるのはやっぱりこうメモリー機能とかを使ってないと当然時間かかります。一個一個計算していくと時間かかります。 でこれがですね、メモリー機能を使いますと例えば売上高とかって何回も使えますよね。それをメモリーに保存することによってかなり時間短縮につながりますよというお話になります。でいださんはですから損益計算書をもとに売上高総利益率から売上高半感比一般比比率までそれぞれ売上高が分母の方ですかねにくるような計算式になっておりますので。 これを計算してくださいといとう問題ですこれも合格者の方8名にやっていただきましたが54秒かかりましたではこちらも同じようにメモリー機能を使って計算をしていきましょうまずは AC と MC 必ず押すようにしてくださいそしてこれ分母,が売りだ分母が売上高になりますので分母の6300ですねこれをメモリーに記憶させます この箱の箱中に入れますつまり M+ プラスを押す6300と押してから M+ プラスを押すそしてスライドスイッチも使っていきますスライドスイッチが四捨五入ですので5と4と書いてあるところとこれ小数点第3位を四捨五入してくださいとありますから小数点第2位までで表示するということですねですから2のところに合わせてください そして今6300を記憶しましたのでまずは売上高総利益率からいきましょうかそうすると売上,高売上総利益が1764万円になっておりますから1764と押しまして割ると押してから先ほどの6300を呼び出すために MR を押します。 そしてこれイコールではなくてですねパーセントを押しますといきなりパーセント表示になりまして28.00と表示されるかと思います28.00%ですねそして同じような形で一度クリアしていただいて C の方ですね押していただきまして同じように計算をしていきますそうしますと今度は売上高営業利益率ですかね売上高営業利益率 営業利益は1,124万円ですので1,124と押して割ることの MR ですねと押してパーセンと押すと17.84というふうに求められますで以下は同様にですね経常利益ですとか原価率ですとかそれから売上高反価費一般比比率それぞれの数値を用いて同じような手順で進めていただきますと同じような形でシンプルに計算できるということになります。 よろしいでしょうかでこちらもですね、えー、合格者8名の方にやっていただきましたでそうするとこちら何秒になったかといいますとメモリアルで計算すると42秒で皆様平均で計算していらっしゃいましたでまあこちら見ていただきますと、まあ、12秒ぐらいですよねそしてこちらが、まあ、1分までいかないにしても50秒ぐらいただですね本試験80分しかありませんよね で予見文読んだりいろいろありますとやっぱり80分の中で使われる時間って結構限られて,しまえ限られています計算に使える時間ですねですからその中でたったこれだけのことで50秒とか10秒とか違うって結構大きいと思いますでこれが各計算に使えるとなるといろいろ積み重なっていって大きな時間こちらの違いに影響してきますのでえしっかり計算の方えというかこの計算電卓の活用法ですね マスターをしていただければと思います。え、そして、え、参考までに定数計算機能というものを使って計算する方法も、え、載っております。こちらも非常に便利な機能ですが、え、こちらについてよりもやはり、え、このメモリ機能のが汎用性が高いので、え、メモリ機能の方で計算させていただきましたが、え、参考までにテキストにも載っておりますので、え、定数計算機能の方も興味がある方はご覧いただければと思います。 そして最後の3行だけちょっとこちらについて読んでいきましょうメモリ機能をマスターできれば電卓による時間短縮テクニックの大部分をマスターしたと言えるがこのほかにもさまざまな機能があるで中でも修正に便利な桁下げ機それからプラスマイナスの符号を入れ替えるサインチェンジ機こういったものも大体こういった電卓先ほどお話しした条件に当てはまる電卓にはあるかと思います。 でそれを使いますすとですね、例えば1つボタンを押し間違えちゃったよ本当は5,555 55なのに1個多く押してしまったよという時に桁下げキーというのを押すと1個桁が消えるんですねこのような形で修正に便利なものというのもありますあとはプラスマイナスを入れ替えるこういった機能もありますプラスマイナスサインチェンジキーというのもありますのでこうしたいろいろなキーについて先ほども申し上げましたが説明書をお読みいただいて 自分でちょっと使えそうだなというものはぜひマスターをしていただければと思います。それではこれで電卓についての内容は終わりにしたいと思いますが、この後また第1問の攻略についてはホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います。それでは写される方は写してください。